このノンロスの強さというものは彼も分かっています。ファーストインパクト第3試合 51.1kg レミ北尻出世、この試合はノックアウトルール3分ご覧の制で行います。またラウンドごとに再燃計算をします。さあ 51.1kg 契約3分ごラウンドで戦われます。この第3試合、まあ、石井選手は石井さんフライ級で、はい、まあ、ノンロス選手はもうスーパーフライ級と1階級上ですね、はい、しかもラジャダムナースタジアムでランキングに入ってます。そうです、もう本物中の本物です。あのラジャダムナースタジアムで戦った初のトランスジェンダームエタイボクサーですね、はい、そうなんですね、はい、で今回初来日ですね、うん、ちょっと会場の空気が変わったのは変わったなと思って、ね、うん、僕だけでしょうかそう思ったのは。そうですよ、僕も思いました、ね。まあでもね、非常にその、まあ、性におおらかなイメージがあるタイではありますけども、やっぱりこのトランスジェンダーの方に対するその壁みたいなものは、まあ、タイにはまだまだあるようで、うんうん、やっぱりその本当に300戦以上戦って150KOの山を築いてやっとラジャに上がることができたんですよね、はい、このノンロス選手、うん、すごい体してますね。そうなんですよ、まあ、ムエタイ大使として世界中を回りトランスジェンダーの選手たちに勇気を与えたいと言っておりました。このノンロス、いやもう構えた瞬間にもう、はい、いやもうちょっと緊張感がありますね、はい、そうですね、いや軽量の時に見たんですけどもね、やっぱりそのもう女の子なんですよね、21歳の、あけど、いやこの戦ってる表情見たらもう女の子じゃないですね、はい、そうですね。でこれもちろん石井さんも一斉選手もこのノンロスの弱さ怖さとかもう分かってるわけですよね、はい、もう分かってますね、はい、もう本当に熟知してますよ。ただちょっと警戒してますよね、ミスな気持ちを、そうですね、必ず返すことが大事ですね。あ、やっぱり打たれたら打ち返す、おお同じタイミングです、うん、ミドルキックノンロス、ノンロス選手もサウスポースタイルですね、はい、左足を前にしたり左足後ろにしたりしながら戦ってますね、出だし、はい、スイッチしながら、はい、スイッチしながら、うん、タイ人はですね、あのミドルキックなんですけども、同じミドルだとしてもですね、あの腕を蹴るのと、はい、腕の上の方を蹴るのとお腹を狙って蹴るのと本当にその都度使い分けて蹴ってるんですよね、あ今もフェイントから肘を狙っていきました。まあ、とにかく乗ってくるともうガッツンガッツン前に出てくるノンロス、お腹蹴られてお腹蹴られたくないなと思って腕を下げてくると上狙ってくるので、また腕上がった時にお腹を狙ってくる、こういうの体重すごく上手なんですよ、まあ、でも本当に石井さんやっぱり ラジャのランカーってとんでもないことですね。とんでもないことです、はい、しかもこの階級でも、はい、神の階級とも言われているぐらいの階級ですから、はい、その中でランキングに入っているということはもう本物ですよね、うん、パンチいいっすね。そうですね、だからこれノックアウトの舞台ですけども、まあ、仮に石一世が、まあ、タイでこのラジャのランカーとやるってなったら相当やっぱ頑張んなきゃいけない。そうですね、まあ、今回このノンロスに勝つようなことがあればもうラジャでランカーとやるチャンスも出てきますよね、うん、一世選手、だから石井選手にとってもこれでも本当にね、まあ、あの VTR でお姉系ファイターお姉さんが教えてあげると言ってましたが、まあ、石井選手のムエタイファイターとしてのキャリアにおいても大事な試合になります。さあ石井さん、そうですね、あのローとパンチですねの使い分けがすごく上手ですね、石井選手ちょっと、はい、確かにね、能登選手に敗れてから半年間凄まじい成長具合を見せました石井選手、なんか太ももちょっと太くなった気がしますね、うん、石井選手、うん、ガッチリしたい、まあ、成長期ですからまだ19歳です、ノンロスより太い感じしますね、うん、さあお互い、まあ、このね本当にそうですね、ちょっとノンロス選手が伊勢選手のパンチに反応できてないかなと思いますけどね、まあ、反応ができてない、そうですね、なのでパンチからのキックが入ったり、うん、もうちょい伊勢選手パンチ増やしてもいいのかなと思いますけど、まあ、肘があるんでちょっと怖いですけど、さあ第1ラウンドは2名のジャッジが10対10イーブン、1人の、ジャッジがですね10対9で、赤一勢選手を取っています。
1ラウンド目終わった直後にちょっとノンロス足を気にしてたのが気になりますけどね。第2ラウンドさあ石野の早いですねローキック。まあ、スピードは石井誠選手ありますからね。ミドルからパンチ前蹴り、スピードでは勝ってますね。体格の差は全然ないですね。前蹴りできますがフェイントを見せる前蹴り、やっぱりでもやっぱノンロス選手を見せる反撃右、やっぱプレッシャーは強いですね。ノンロス選手、うん、肘を狙ってきます。まあ、やっぱりそのムエタイだと、まあ、もちろん倒しに行くときは倒しに来るんでしょうけども、やっぱりねその基本的にやっぱフルアンド戦う強靭なスタミナを持ってますし、はい、折れない心を持ってるし、じわりじわりきますもんね、ムエタイの選手は。ノンノさんもあのクッと入ってきた時の肘とパンチですね、これが怖いんですよね。入るタイミングを今見計らってるんだと思います、ノンノさん、はいはい、この右のミドル、このミドル嫌ですね。あと右のストレート、石井の画面を捉えましたが、ね、もう組み負けてないですね、石井選手。まあ組んでからの膝も得意というノンロス、はい、あしかし石井の連打、確かに大佐パンチ当たりますね。そうですね、パンチに反応できてないですね。さあ、森さん、さあ、間髪入れず、もうちょっとスイッチ入りましたね、石井選手。石井選手、ここはチャンスと見たんでしょうか。一気に詰めていきます。ああ確かにパンチが、はい、そうですね、さあパンチから行ってみていいですね。ボディがしますね、左のボディですね、はい、でその左のボディだけで終わってないところがいいんですよ。でローキックまでつないで、はい、じゃあまだ時間ありますよ。そうですね、はい、ちょっとノンロス、ちょっと切れましたかね。ダメですね。いいですね、ナイスボディですね。やっぱりノンロスは伊勢選手のパンチにやっぱり反動ができてなかったので、やっぱりパンチを今恐れたところにガードが上がったところにやっぱりお腹が空いてしまったので、はいはい、空いたガードが空いたところにもう伊勢選手の見事な左ボディが、はい、肝臓に突き刺さりましたね。じゃあ大佐、やっぱりそのパンチが当たると思ってやっぱ本命はボディだったんですかね。そうですね、多分反応できてないと分かってたんで、多分それでちゃんと冷静にガード上がったところ、今石井さんが言ったみたいにボディ打ってたのが、ね、いいですね。いや、さあやさん、はい、さあやさん注目の試合でしたが、ノンロス選手、ノンロス選手がだんだんちょっと女性に見えてきて、はい、いや女性です。